脱は、脱目脱下に分類される魚の総称。競技にはその中の一種ストロングアルラアナストメラの和名である。英名は、ニードルフィッシュ。全世界の熱帯、温帯域から10属、32種が知られ、うち日本には4属、8種が分布する。日本の脱類は浅い海に生息するものばかりだが、日本以外の熱帯域には、寄水域や、淡水域に生息する種類がいる。 同じ脱目のサヨリやサンマと同じく前後に細長い体を持つが、脱類は両角が前方に長く尖るのが特徴で、英名のニードルフィッシュもここに由来する。両角はわずかに湾曲し、後方では閉じることができない。また、顎には鋭い歯もある。背中側の体色は青いが、体側から覆面は銀白色をしている。ヒレは小さく、 胸びれ以外のヒレは体の後半部に集中する。骨は青色や緑色をしており気持ち悪がられることが多いが肉は半透明の白色で食用となる。さより、サンマ、トビウオ、メダカなどと同じ脱木に属しこれらと同じように沿岸域の表層に群れをなして生活する。尾びれを素早く振って高速で泳ぎ回り主に小魚を捕食する。 捕食の際は、小魚の鱗で反射した光に敏感に反応し、突進する性質がある。暗夜に脱が生息する海域をライトで照らすと、脱が激しく突進してきて、人の体に突き刺さることがあるので夜間の潜水は特に注意が必要である。実際に脱が人体に刺さって死傷する事故も発生しており、沖縄県の漁師には、サメと同じくらいに危険視されている。 脱が刺さった時はむやみに抜くと出血多量に陥る場合があるので抜かずに脱を殺してから慎重に病院に行く。繁殖期は初夏で藻場に集まり産卵する。卵は直径2ミリメートルから3ミリメートル程度の休憩で表面の付着糸で藻類に絡みついて発生する。釣りや低地毛、刺し網などの沿岸漁業で よく漁獲されるが、顎も歯も鋭いので取り扱いには注意を要する。食味は特に微味ではないが、脂肪の少ない白身で、刺身、唐揚げ、塩焼きなどいろいろな料理で食べられる。沖沢よりタイロジラス・クロコダイルスマルダ,ツダス、ラス、アオサギ、大ジ・寺、流され、シジャーなど、ありがとうございます。